秋田県初の火力発電所の跡地であることを表す、日秋田市立土崎南小学校は、秋田県秋田市土崎港東一丁目にある公立小学校。通称は南小。教育目標は、心豊かに、たくましく、自ら学ぶ、子供の育成。在校児童のことを我が派とと呼ぶ。個別に出展を示していない箇所は、なるほどザ、土崎南小による。 東高の学区には将軍屋の住所が含まれている。このため、東高の名前に土崎が関されているにもかかわらず、土崎港引山祭りの参加町内に属しない児童が相当数いる。また、東高の敷地から道路一本を挟んで北に隣接する土崎港中央4丁目は土崎小学校の学区になっており、東高と自宅が至近距離にあるにもかかわらず、 土崎小学校に通わなければいけない児童。AB 土崎南小学校サイトトップ広報。秋田オンライン2001年11月9日号。大宮英治。秋田県立博物館秋田の尖閣記念室。2017年4月7日閲覧。AB 港若葉とジュニア。ハットトピックス2007総合学習。土崎南小学校5年生で前講座。総合学習。 現場見学、外池里市、戦争遺跡のアーカイブと、歴史教育を受ける活用、秋田県を事例として、秋田大学教育文化学部、教育実践研究企業30号秋田大学、教育文化学部附属教育実践総合センター、13から31ページ、2008年5月1日、一瞬百四十四から 9214?HDL。 1295、12 1589。ハット広報はがハと、平成22年度第1号平成22年度、サイエンスパートナーシップ、プロジェクト講座型学習活動実施報告書、PDF 秋田県、人権啓発活動ネットワーク協議会、第17回秋田県ソフト対象決まる秋田、平和記念式典に開くお知らせ、第1回ポッカポカ港一味の自慢私服を呼び、 人を呼ぶ、大北原の秋田フグから特集、ラジッパル日記今年もやってまいりました。土月福祭 AB 秋田市、教育委員会学児科公式サイト、秋田市立小中学校通学区域。ありがとうございます。